小磯国秋は日本の陸軍軍人政治家。階級は陸軍大将。議会は樹二。軍党は軍一党。高級は高二級。山形県氏族。山形県新城市出身。陸軍次官。関東軍参謀長。朝鮮軍事令官を歴任後、予備役に編入された。その後、平沼内閣と与内内閣で宅務大臣。朝鮮総督を務め。 太平洋戦争中に、裁判疾患を受け辞職した東条秀樹の後継として、1944年に内閣総理大臣に就任した、悪化の一途をたどる選挙区の挽回を果たせず、中華民国との単独和平交渉も頓挫し、小磯は1945年4月に辞任し鈴木貫太郎に後を譲った、栃木県宇都宮に、 山形県氏族で警察署警部であった小磯進の長男として生まれた。新城小学校、上山小学校を経て、山形中学校を卒業するまで8カ所の学校に在籍した。その後、陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業。小磯は陸大での成績が同期55人中33番であり、20番以下の成績のもので小磯ほど出世したものは他にはいない。 若い頃はエリートコースを歩んでおらず、陸軍内の派閥にも属していなかった。このような事情により、小磯の陸軍内での人気は高くなかった。しかし、当時の陸軍の最大の実力者だった宇垣一茂にその能力を買われ、小磯は陸士、同期の杉山はじめや二宮春しらと共に、その側近として重要されていった。これに旗春六を合わせたこの四人は陸士。 陸大の同期でその後も近い関係を保ったまま昇進していく1930年杉山の後任として軍務局長に抜擢されると人付き合いの良さや耳学問と読書で吸収した知識を生かし頭角を現したその演説は理論構成もしっかりし表現力も豊かで一級品と言われた1931年には宇垣を主犯とする軍事政権 受立を図る3月事件の中心人物として関与結局この計画は中止されるがその後の小磯の軍歴に大きな影響を及ぼす3月事件や10月事件などの責任問題を背景に同年11月荒木貞夫が陸将となりいわゆる行動派が陸軍内の実権を握ると彼らは浮が罰の排除を開始 小磯は1932年2月に陸軍次官に昇進するものの、大臣は行道派の荒木貞雄で半年で中央を追われ関東軍参謀長となる。公認次官には陸士、同期で行道派の柳川平介がついた。その後は行道派と永田鉄山や東条秀吉ら統制派の確執が続くが、1936年に2、2、6事件が発生。 翌年までの祝軍人事で行動派は壊滅した。朝鮮軍司令官だった小磯は大将に進級するが、寺内被災地や梅津義次郎ら陸軍首脳部とは疎遠となっており、予備役間近と考えられていた。1937年、広田高貴の後継として宇垣に組閣の対面が下る。 しかしかつて、陸軍の主会であった宇垣の成虫を嫌う石原勘次郎勝負中堅層が作動した結果、陸軍首脳部は3月事件の責任や、派閥職を名目に陸将を推薦せず、復活したばかりの軍部大臣現役部官生を早くも利用して宇垣の組閣を流産させる決定を下していた。宇垣は小磯に陸将就任を直接要請するが、小磯は山長官の同意がないことを理由にこれを誇示。 ここに至ってさすがの宇垣も、大名を廃止せざるを得なくなった。小磯は宇垣に陸上就任を受諾しても、東京に着くまでに予備役にされてしまうと伝えていたとも言う。宇垣はその日の日記に、小磯の台頭が炎となり、小磯の景挙が将来したる三月事件がその口実に利用せられる。彼の捨て身的奮起を促し見たりしが、彼も凡庸聖杯と等しく、 名鉄保身以外に立ち絵ざり氏は可憐なりと書きつけて憤りをあらわにしている。1938年に予備役編入。1939年平沼内閣において宅務大臣として初入閣した。翌年には与内内閣でも宅務大臣として再入閣を果たした。太平洋戦争開戦後の1942年に朝鮮総督に就任し、うち。 一体をスローガンに前任者の南次郎総督が行った公民化政策をより一層推し進めた。小磯は朝鮮人管理の登用、朝鮮人企業の推進、朝鮮人の政治関与の実現などを掲げ、1943年8月1日には、総督不統治下の朝鮮にも徴兵制度を施行した。戦後、朝鮮が独立したと聞いた小磯は、今さら朝鮮の独立を夢見るのは九州や、 北海道が独立を起とすると同じで馬鹿げた意味のないことと否定的だった。アメリカ軍の犯行が本格化すると、重心らによって東条内閣の当確運動が発生し、裁判疾患によって東条は辞任を余儀なくされた。公認を決める重心会議では、南方軍総司令官の寺内被災地、朝鮮総督の小磯、品派遣軍司令官の畑俊六の三人に候補が絞られるが、 前線指揮官の寺内を呼び戻すことに東条が反対、畑についても重臣の多くが反対し、与内光政、平沼喜一郎らのオス小磯に落ち着いた。当初は小磯単独の予定だったが、この絵の発案で元首相で海軍の重鎮である与内と連立させることになった。昭和天皇は重臣とも話した上で、小磯、与内の両名に協力して内閣の組織を命ずるという異例の対名を下した。 与内の副首相兼改装就任に伴う現役復帰について、海軍省内では野村直国改装、岡田和美時間以下反対の空気があり、7月18日の首脳会議では、激論が交わされた、小磯は与内起用が昭和天皇の意思であることなどを述べたが、野村改装はその真偽を確かめようと、同21日部官庁、内大臣を通さずに単身参大し、 よ内いきの件に関して直接昭和天皇に問いただした。